糸城雷山城、太宰府朝倉立花皇帝軍雷山皇后石及び周辺の古代山城の一緑色は文献記載城、青色は引き斎伊糸城雷山城太宰府一の詳細地図雷山皇后石は筑前国糸軍の雷山中腹にあった日本の古代山城。城跡は国の史跡に指定されている。近年は、 来山城とも称される傾向にある。福岡県の西部、来山の北側斜面中腹の棚状の谷に築城された古代山城である。文献に記載が見えない古代山城の一つで、現在の山名を関する城名は、後世の命名による。城は、南から北へ流れる谷の南側、北側を水門、列石で遮る形で構築されるが、 これまでに発掘調査は実施されていない。城跡域は1932年に国の史跡に指定されている。来山城は文献上に記載のない城であるため、城名、追記時期、性格等は明らかでない。天示天皇2年の白月の絵の戦い頃の朝鮮半島での政治的緊張が高まった時期には、九州地方北部、瀬戸内地方、 近畿地方において古代山城の築城が見られており、雷山城もその一つに否定される。立地としては、雷山から北に突き出す尾根城に位置するため、糸島半島を引いては広く、博多湾、玄海などを一望する場所になる。現在では、移行は、津々とも称されるが、その初伝はつまびらかでない。なお、糸島地方では、 俗に本期文武天皇3年12月上に見えるが、所在不明の古代山城である稲積城について、かなり山、または火山に否定する説がある。また、奈良時代の天平商法8年神国慶運2年には、糸城の築城が知られるが、その際には、高祖山に戦地されている。この糸城の機能時期に、雷山鉱互石が放火として機能したとする説もある。 北水門上域は東西300メートル、南北700メートル。内山の北側斜面を南から北へ流れる谷筋において南北2カ所の谷部を上壁で遮る形で構築される。現在はその間に溜池がある。多くの古代山城では上壁が山頂を取り込む形で山を一周して巡らされるが内山城では上壁に山頂を含まず、 かつ上壁が一つの谷を二度横切る点が特色となる。以降の詳細は次の通り。その他、南水門付近において、縄文跡と推定される列席の切れ目が2箇所、認められている。所在地交通アクセス関連施設周辺。ありがとうございます。